皆さんこんにちは、柚木志郎です。はい、今夜もスタディオバレーのお時間やってまいりました。ということでね、まずは日課の天気予報から見ていきましょう。明日の天気は、明日も曇りか。なかなか雨にならないよね。でもって、明日アビゲイルのね誕生日が来るみたいで、でちょうどねアビゲイルにねプレゼントをあげようかなと思ったんだけど、アビゲイルのね好きなものがアメシスト、あの宝石のね、あとブラックベリーパイ、チョコレートケーキ、ハリセンボン、かぼちゃ、ピリ辛うなぎが好きみたいなんだけど、手っ取り早くアメシストをあげようかな。でだ、あのずっとね雨の日を待っておりますけどもね、これなんで雨の日を待っているのかっていうとね、たまにこう忘れそうになるからちょっと自分に言い聞かせる感じでねやっておりますけれども、秋の雨の日に釣りたいものがある。でそれが一体何なのかっていうとね、ウォールアイっていう魚をね釣りたいんですよね。ウォールアイを釣りたくて、でウォールアイがね雨の日じゃないと釣れないようなんで、ちょっと雨の日待ちですねというのをね思い出したウォールアイを釣りたかった。ちょっと久しぶりのスタジオバレだから、ちょっと操作ミスをせんようにね頑張ってやっていこうかな。でまあ前回前々回ぐらいかな、あのたくさんベリーがね取れたんですよね。だからベリーで料理がね多分できると思うんだけど、どうなんだろう。これブラックベリー、なんかさアビゲイルの好物にさブラックベリーパイっていうのあるんだけど、レシピ覚えてるかな。パイ、ルーバブパイ、ここじゃないかな。一部まだね覚えてない料理があるんだよね。ブルーベリータルト、あこれじゃないな、ブラックベリーパイの方だからパイ違いだな。多分平べったいさと思うから多分こういう感じかな、またはこういう形だと思うんだけど、まだ覚えてないかもしれんね。もしかしたら教えてもらうかもしれんな、住民に。ちょっとあれかな、できないかな、作れないっぽい。あブラックベリーすっごいあるね、ちょっといくつか入れとこうか、10個ぐらい。前回ねどこまでやったかね覚えているかな、私が忘れているすごい久しぶりのスタディーバレだからね、思い出しながらやらないといけないよ。シロエ、これは料理コンテストで1位を取った時のレシピなの、気に入ってくれるといいんだけど、あいつもね仲良くしてくれてありがとう。ジョディさんからだね、イカフライありがとう。多分知らない、イカ釣るの結構大変なんだけど、ただ知らないと思う、ありがとう。でね、もうちょっとしたらね多分あと数日ぐらいで金作がねついにできると思うんですよね。こちら一体何を金作してたのかっていうのをね思い出したメンバーもいるかな。あちょっと待って、これコーヒー豆が足りない5個必要だった。そう金作やってましたよね、あの花で秋といえばみたいなねやつをねちょっと仕込んでいたところは覚えていますね。じゃあちょっと先に動物の世話からやってみようか、お久しぶりの動物の世話ちょっと待って、うまくできない。いいよ、今日どう、ヤギちゃん今日絞れる日かな、今日あれかな、取れないかな、一人のみかな。あ、いやでもいけるぞ、あの子は取れないだけで他の子取れる日かな。あ、いけるいける、よかった、ちゃんとちょっと撫でとこうかな。いやーほんと動物が多い動物が多いですね。あ、ヤギだ、ヤギもあるか、取れる日かな。でもってちょっと待ってね、ミルクをさ取ったんだけど、なんかヤギってか羊じゃないな、牛少なかったか、大丈夫かな、行ったかな、大丈夫かな、
んか少なく感じちゃったけど、あれがいつも通りだったかな。さてと、じゃあちょっとね、いつものように作業してから、ほんと久しぶり、どれぐらいぶりかっていうと多分もう1週間以上スタディオバレーね、実はやってなかったんですよ。なんで、ちょっと本当に思い出しながらやっていこうかな。あ、ここにボイドエッグあったか。まあいっか、たまには持ってっか、ボイドエッグも。ね、まずはね、売り物とかを先に仕分けしよう。売り物を出荷、ウールもいいかな、ウールも出荷。あー、トリュフができてる、ちょうど。で、水まいて、あ、今日さつまいもの収穫日か。さつまいもで確かなんか料理できたよね。そういえば今思い出したけど、さつまいものなんか蜜がけみたいな料理があったような気がするな。で、今日の温室は、あ、いちごもコーヒー豆もだね。これ全部持って帰れんかもしれんな、これこれ大変だよ、出荷品が多くて全部持てない可能性出てきましたね。そうなんだよね、いっぱいなんだよね。ちょっと一回アイテム整理するか。そうだな、銀のやつか、売る、金を売ろうかな、金を売ろう。いちごもちょっと売っちゃって、あ、でもそんなに開かないや、場所が。まだ取れるかな、スロットにちょっと空きがないからあんまり持って帰れんのだけどもまたいっぱいこれだよ、すぐこれだよ。先にコーヒーとか葉っぱ系。ああ、サボテンもレア度が同じであれば、あの、収穫いけるんだけど、一緒じゃないと収穫できませんからね。よいしょこれぐらいかな。一回ちょっと仕分けしてきた方が良さそうだね、この感じだと。金のコーヒー豆できてるけど、ちょっと普通のやつにしちゃおう。でついでに、あの、葉っぱ持ってるからちょっと入れとこう。ペッペッと、どうしようかな。これブラックベリーもちょっと入れといた方がいいかもしれんな、場所圧迫しちゃうや、これ。これでブラックベリーが600か。だいぶ増えたは増えたっぽいね。でもって、いちご、金25個ぐらいあればいいかな。ちょ、銀のやつ売っちゃおうか。たまにはね、お金に換えなくちゃ。でもって、これ冒険行くとき使うやつだからしまっといて。でもって、ついでに、ちょっとお酒に変えちゃおう。お酒にします。そして仕分けと。あ、そう、さつまいももね、新しく手に入れてきたから、これもちょっとしまいたいな、さつまいも。あ、普通のやつそんなにないね。銀のやつも売っちゃおうかな。金がそんな手入らんかったけど、手に入らなかったんだけど、売っちゃおうか。で、卵はこっち、卵しまいますよ、牛乳もね。料理をいくつか持ってるのか、これもちょっと圧迫してたかもしれんな。で、そうそう、あの、向こうの方の畑がちょっと作物がなくなったから、またさつまいも植えとこう。よし、これでいいかな。ちょっとこうしとこう。先にこれ入れちゃおう、植えちゃおう。ちょっと肥料撒いてあるからな、レア度高いのができちゃうかもしれんやつね。で、確かここ上の畑も、あの、いくつか撒かないといけないとこあったんだよね。一箇所だったかな、二箇所だったかな、思い出した。
今日のベリーとね、ナスの収穫です。ここだ、この場所だ。2マスぐらい空いてたんだよね。ブドウもね、あのワインにちょっとしたいんだけども、今のところだけじゃワインにするの時間かかっちゃうから、あんまりちょっとワインにしてないんだよね、うちの牧場。2年目にしてまだ家拡張してないんだけど、これなんで家拡張してないのかっていうね、理由も実はありまして、あ、そうだ、ナスを一応種にしとこう。なんでなのかっていうと、拡張するとするで意外とね、ベッドが遠くなる。そう、ベッドが遠くなっちゃうからね、意外と拡張していないっていう。あ、ナスもう一個あったか。クランベリー、クランベリーは全部出荷するか。これぐらいかな。そうだね、結婚相手が見つかるっていうか、決まったらとかでいいかなみたいなので結構やってないんだよね、家関係。誰を今回お嫁さんにするか決めないといけないね。前回はね、あのペニーをお嫁さんにしてましたけれども、私は今回はね、誰がいいんだろう。結婚するとベッドが遠くなるっていうよりもちょっとこれ懸念ですね。今のところだとリア、エミリー、あ、でもマルも意外と来てるね。多分誕生日とかかな。あと意外と好物を渡してたっぽい。意外とパムとチェーンも毎週のように最近あげたんだけど、まだそこまでだね、ロビンさん。で今回はね、あの前回ね、こちら結婚したペニーとはあんまり仲良くなくてみたいな、そういう世界線ですね、今回は。こっちの方の作物は、あ、まだかな。ちょっとお水先やろうか。水まきます。あ、果物の木で果物もできてる。あ、ちょっと待って、今日金曜日だからあれ行かないと、行商人が来てるや。行商人に会いに行かなくちゃ、急がないと時間がない。持ち物がいっぱい。はあ、悲しいね、持ち物がいっぱいでした、ちゃんちゃん。ということでね、アイテムいっぱい持ちすぎてたかな、やっぱ多かったもんね。果物の木から果物を手に入れて、ちょっとブドウでいいや、今回ブドウで対応させていただこう。コーヒー豆が5個必要。あ、こっちだ。金の方はそんなになって持ってなかったか。ジャムができた。何ジャム？ブラックベリージャム。ブラックベリーいっぱいあったもんね、多分それで作ったやつよね。果物、ぶどうもう一度入れとくか。で確かあのベリー系の売り値は上がったんだよね、だいぶ前にあのクマさんのイベント終わりまして、でそこで上がったはず。ここは入れるのないか。じゃあちょっと行商人のところ行ってくるか。ちょっと荷物いっぱいだけどな。蜂蜜が、あ、200個入ってる。すんげー量入ってんな、あれ。だいぶ溜め込みましたね。じゃあちょっと先に行こう、忘れんうちに。毎週金曜日と日曜日の恒例行事やね。何売ってるかな。なんかいい感じのやつ置いといてくれるとありがたいんだけど、持ってないやつとか珍しいものとか。ぐんぐん伸びる紫キノコ、サヤエンド、ハリセンボン。ハリセンボンあんまり持ってなかったような気がするけどな。あー、綺麗なやつだ。ホップ、サブテンフルーツ。あー、フェアリーローズの方だ。スライム、観葉植物、コーヒー豆。今回買うものハリセンボンちょっと買っとくか。釣りってあんまりしてないからハリセンボン、まあ
何匹かいてもいいかもぐらいかな。お金に物を言わせていくねスタイルですね。今週は特に、何もなさそうだね。じゃあね、ちょっと、イベント会？あ、なんだあれ、初めてだぞこのイベント。果物の木だったんだね、あの木。何してんの？わっしろ、驚かさないでよ、リア。びっくりしてるね。あそこに果物がなってるでしょ、美味しそうじゃない？でも手が届かないんだ。どうした、大丈夫か？わー、ありがとう。あ、肩車してあげたってことこれ。いいよ、取れた。力持ちだね。すごい、見た目より力強いんだね。力が強いんだね。びっくりしちゃったね。肩車してたんだね。ほら、一口どう？どう？美味しかった？ねえ、最近気がついたんだけどさ、アーティストとしてうまくいかなくても私には助けてくれる友達がいるんだよなって。急にどうしたの？悟りを開いちゃったの？あれ、それだけ？なんか選択肢とかではなかったんだね。不思議なイベントでしたね。これ果物の木だったんだね。知らなかったよ、びっくりした。というね、ところでマーニーは、ちょっと待って、イベントだ。シェーン、あー、シェーン部屋で倒れてるで。お酒かな、また。まあ大丈夫かい？これ初めて見るかも。シロ手伝ってくれる？ずいぶん酔っ払ってるわ。いいよ、手伝ってあげる。ベッドに運べばいいのかい？起きて。だダメ人間みたいになってるよ。すごい起こし方。なんらーっつって。シェーン、一体どうしたの？いつもいつも部屋で塞ぎ込んで、あ、ビールをね、飲んでばかりじゃない。まあ社会に疲れてくるとやっぱそういう風になるんかな。お前にゃ分かんねえよ。心配なんだよ。来てくれてるよ。何か考えはあるの？あ、将来どうするかについて計画してみたことってないわけ？でも一番考えたくないじゃない？計画？へ、計画なんてものが必要になるほど俺は長生きしねえさ。そういうこと言ってる子が一番長生きするんだよ。あ、言っちゃったよ、ジャスが。グスン。ごめんな。ああ、あらあら、大丈夫？マニー何してんだい？スパゲッティなんでどう？あ、今週もプレゼントしてたのか。残念。ルイスさん、あんな大きな家に住んでいて寂しくならないかしら？嫁いで行ってもいいんだよ。彼一人だけじゃ広すぎるとは思わない？まあ時々思う時はありますね。嫁いでってもいいと思うよ。まあでもこっちもご家庭があるからね。たまに人ん家行くとイベントこなしてないの、イベント来るからね。イベントはなし、誰もいない、 OK。 じゃあ町に行こう。あー、子供たち、ちょっと待って、子供たち、アイス僕にくれるの？わー、ありがとう。あ、ジャスはもうあげてたか。ペニーにもあげてるのね。バイバイって感じだよね、きっと。この町は安全だけど、あ、一応子供たちのことはいつも家まで送ることにしてるの。優しい。お、よう。わあ、これ私に、ありがとう。どういたしまして。ちょっと待って、そこブクブクポイントになってるで。めっちゃ釣れるで。釣っとくべきや。なかなか会えないブクブクポイント。いつもの倍ぐらいのスピードで釣れやすくなるからね。お、鮭うちで養殖してるからな、一応ね。お、宝物、何入ってんだそれ。あー、釣っちゃった。
先に釣ってもうた。致し方なしよね。まだブクブクしてるかな。ちょっと待って、早い早い、気が焦っちまうぜ。でもそんなに難しい魚は多分釣れなかったはずだな、きっと。おお、タイガートラフト新記録。みんなお家に帰ってったかな。それにしてもペニー優しいね。みんなをねちゃんと送り届けてくれるんでね。あ、主婦層のメンバーも帰ってきてる。あ、木を見つめてるよ。ちょうど帰るところかな。あ、タイガートラフト、まあ、ついでに釣っとくかも。こうなったらタイガートラフトはほんの少しだけ暴れるんだね。といってもそんなに難しめじゃないから大丈夫だけども。ブリーム。お魚料理もさ、ある程度魚釣っとかないと作れないんだよね。または誰かから買い取って入荷しない限りね。今回釣ったものはあの裏図にボックスに置いといてもいいかもしれんな。なんやかんやで結構いくね今回の釣り。長い。そして海藻しか釣れなくなってきた。終わった。よし、だいぶ釣れたね。最近でもなんかあの住民と仲良くなってきたから、やっとね、最近ね仲良くなってきたから意外と人ん家入るとイベント起きるかもしれんな。今日みんないる日だね。あ、今日は目玉焼きか。まあ、ちょっと買っとくか目玉焼きも。今週おすすめ料理目玉焼き。ね、確かあげてた。パムにあげてる。オッケー。ガスさんにもあげてる。エミリーにもあげてる。リア、お酒好きだった。甘いの苦手だったかな。わあ、すごく気に入っちゃった、ありがとう。どういたしまして。でケントさんにもあげてて、でマーニーもあげてた。ありがとう、気に入ったよルイスさん。どうだいお酒、こいつはいいな、ありがとうよ。どういたしまして。でお酒だった、じゃあコーヒーだよね。これ好きなんですよ。知ってる知ってる。そうなあげてる。あ、クリントにもあげてる。でロビンはねパスタなんだよね。まあみんなあげてるかな、ここにいるメンバーは。シェーンはビール、ペルエルビール、あ、ビールだわ、こっちだわ。どうぞ、ありがとう、すごく気に入ったね。まあ酒でも振る舞ってやるか。これ嫌いなんだ嫌いなもあったんかね。私がこれ欲しがってるってどうして分かったの。ちょうどぴったりだね。嫌いだったんかそれ。言ってよって、一度ぐらいサムに勝たせてやるべきかな。いや、ないな。はあ、ビリヤードそんなにうまくないんだ。たまにはやるかな、これも。アドベンチャーオブキング、テンテレ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 。これ結構難しいんだよね。やったことある人はね知ってると思うんだけど、パニックになるからさ、ボタン操作がさ、三角が上で、これ三角上、丸がこっちで、焦ってくるんだよね。あの どっちかなみたいな。単純に見えるでしょ、そう見えるでしょ、分かんなくなってくるの。あ、また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 これだ。なんか三段銃ぐらいのやつがないとつらいよ。ちょっとさ、多くね敵、最初から。ちょっと待って、終わっちゃうよ。もうゼロ機になっちゃった。両方さ、あのいい感じにさばかんとさ、これダメなんだよね。あ、それ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 、なんだそのスターのやつ、なんだったそれ。いや、これまずい、これまずい、これまずい。テリリリンリンちょっと待って、アイテムがあった今。星って何だった、もう一回よ。
これ何回でもできるのいいよね。お金使わないとか。これもさ、ちゃんとクリアできないと実績解除とかあるんだよね。アドベンチャーキングの王みたいな。うまい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 。うーん、難しい難しい。コーヒー何これ。コーヒーってなんだあれ。テレレンレン。白いやんね。そっち行くと。ちょ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 。下がさ、さばけんのよね。一発じゃな、倒せなくねえか、それ。無理じゃない?ちょっとさ、あの敵の数的な問題が。何これ、スピードアップしてんのかな?ふぅ!よし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 。なんとかさばけたね。ちょっと、多いんだよ。落ち着いてくれ、君たち。欲しい。欲しかった。コーヒーってなんだろうな。アイテムって何ボタンで使うんだろうな。なんかたびたび手に入ってるっぽいんだよね。スペシャルボタンとかあったかな。アイテム使えるスペシャルボタンみたいな。ここね、入り口のとこでさばければね、一番いいんだよ。動くな動くな。動くんじゃない。よし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 。さばきオッケー。いや、ちょっと賢くなってきてる AI が。こら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 、ね、狙いづらくするんじゃない。ちょっといけると思ったら、ね、一面クリアむずいよね。やっぱりあのほら、散弾銃みたいなさ、いっぱい撃てるのが手に入らんとほんと弱い。あ、来た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 。これだこれだ。これさえ手に入れば2面に生きるかもしれん。いや、これがほんと手に入ってほしかったんですよ。これなんだっけ。あ、爆発するんだ。あ、ナイスナイス。なくなった散弾銃。うそよ。ボーナスだったのにあれ。何あれ。ちょ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 、死にたくない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 。死ぬ。強い意志ってやつだよね。死にたくないって。腕上がってきたぞ。でもちょっと、あ、イエーイ、なんだあれ。当たんな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 。ちょっと君たち落ち着きたまえ。なんとかさばききれてるのが奇跡。真ん中からあまり遠く離れるとあの死ぬんだよ。そうなる。何ボタンで使うんだろうあれ。あ、こういう感じか。え、じゃあコーヒーとかもなんか効果あったのかな。わかったわかった。アイテム使えるボタンがやっとわかったわ。コーヒーって多分、コーヒーはスピードアップだよねきっと。星って無敵とかかな、他のゲームで言うとこのさ。さごいさごい。アイテムプリーズアイテムプリーズ。おーおー、スピードが速い。さばきやすい。うまくなってきたうまくなってきた。よし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 。ちょっと待って、訳わかんなくなってきた。よしよしよし。アイテムの使い方がやっとわかったからさ、強くなってきたわい。ボスみたいなのが来ると思うんだよな、一面終わるときには。間違いなく。あ、一面だ、終了。ちょっと待って、ちょっと深呼吸をさせてくれ。よし、いいぞ。これ難しいんだよ、二面も。何面まであるんだろう。アドベンチャーキング最大2面までしか行ったことないんだよね。面白いよね。でもよくできてると思う、ミニゲームにしては。敵が多い。ちょっとちょっとちょっと、そのアイテムくれ。そのアイテム取れたらギリギリ倒したな。アイテムくれアイテムくれ。散弾銃みたいなやつ欲しい。なんか無敵みたいなさ、
来た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 、これさえやれば勝てる気がしてきたよ。まあでも時間制限ありだったかなこれ。あ、星だ、やったー、新しいアイテムだ。もうこう、マジか、そう来たか。アイテムすげえ、アイテムすごい、アイテムすごい、やったやった、アイテムだ。ちょアイテムやべえ、パニックになってくるから。これアドベンチャーキングの硬いやつだな、あれ。頼む、このモードがずっと続いてくれ、頼む切実なお願い、頼む、このモード終わらないで。やばいやばいやばい、ミスった、大丈夫、よし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 、さばけてます、さばけてます、なんとか。まずいまずいまずい、アイテムがない。あ、ボスか、あれ。あ、何くれんの、銃かブーツかみたいな。こ真ん中じゃない、やっぱ武器が全てじゃ。三面階、やばいな、ちょっと待って、これはまずい、これはまずい初めてなんだけど、どんな感じなの、銃変わんなくない。あ、でもさっきより撃ちやすくなってるのかな。え、何この、はい、ジム、ちょっとやめてよ、ハードすぎんか、これ。むずくない、アイテムくれ、早く、アイテムくれ、頼むからアイテムくれ、それも弱気勝てるかこんなのなんだあれ、ブロック、お邪魔ブロックか、あれ。じゃああれ多分当たっちゃいかんつよね、倒せるブロックじゃないこれ、ちょっとお邪魔ブロックやね、ただでさえこれ変な障害物あんだからさ、お邪魔ブロックとかいらないもん、そんなもんいいんですよ、もう。おいおいおい、おお、ちょっとやめてよ、銃があった、あれ取りたかった、終了、しるしょ、頑張ったよ、3面初めて行ったもん、やったよ、頑張った、できるとこまで全力尽くした。はあ、久々のアドベンチャーキングでしたね。難しかった、ただただ難しかった。まあちょっとついでに海辺まで行って回収してこようと。まあ頑張ったよね、今日やることも畑の作業も私、音質も私って感じかな。あそこちょっとアイテムいっぱいちょっとアイテムいっぱいだったね。アドベンチャーキング、そうだよね、アイテムいっぱいだよね。まあ行こう、じゃあ持てねえやーつって、持てんかった、ザル貝もあったけど、まあ帰ろ。アドベンチャーキングな、あれ簡単に見て意外と難しいのと、なんか焦ってくると操作ミスするんだよね。上が三角で、あの PS4 のコントローラーでやってるからあれなんだけど、三角、下が×、右が丸、左が四角みたいな、あれね、ちゃんと配置をね。あとちょっと親指が死にかけてくる、うん、失礼いたしました、ちょっと花粉症でくしゃみの方が出ちゃうんですよね、どうしても。悲しいですね。あ、コーヒー豆もうちょっと入れとこう。いやー、でも久々のアドベンチャーキング白熱したわ、ほんと大変だった。普通のやつも入れとくか、ポイポイと。どこ入れてたかな、ハリセンボンとか。これどこ入ってる、あ、ここに入ってる。でもな、鮭食用してるから鮭は売っちゃうか。タイガートラフトの銀は入ってるな、今銀入れとこう。ブリームの普通が入ってるな、こっち入れとくか、余ったやつ。こうしとこうか。
で、ロブスターは売ろうか。ハリセンボン、オッケー。最近はどうだい、みんな養殖の具合は。このチョウザメちゃんがそこまでやっぱりあの一番ね成長が遅いというか、なかなか増えないんですよね。で、あといらない料理もちょっと入れとこうか。あ、これもう入れるの忘れてたな。料理はこちら、おかしなパン家の中かな。お刺身定食も持ってるけど、まあ、今週はいいかな。ちょっとアイテムいっぱいだね。目玉焼き、唐辛子、あ、なんとか入ったね料理、よかった。もうちょっと表の方いっぱいだから入らないなと思ったけど、おかしなパンこっちにしまっとこう。でアイスもいっぱいあるもんね。うん、あ、そうそう、あとあれだ、ね、うっかりしてたけど、キノコ、キノコ、今日のキノコの出来はどうかな。うん、普通のキノコだよね。まあまあできたかな。うん、まあまあ来ましたね。また次の日もアドベンチャーキングやったらまた白熱できるかな。で、明日はエミリーのね誕生日って話したから、エミリーのとこ行かないといけないな、忘れないようにね。そうだな、ゴミの方先にやるか。3つ、何になるか分かんないもんな、このゴミのやつ。じゃあ最後に仕分けしたら寝ましょうかね。だいぶ今日は余裕がある日みたいだけど。で、アイテムの整理も終わった。一応今あのさつまいもの種持ってるけど、明日もまたあれかな、必要になるかな。あ、そう、ついでに寝る前にコーヒーをエスプレッソにしとこう。3つ必要だったもんねこれ。普通のコーヒー飲むよりこっちの方が断然長い時間でだったかな。ちょろっとだけ使えるもんね。よし、じゃあ休みましょうかね。早めにおやすみ。ん？実績解除、農業探索農業かな、なんか新しい実績が解除されました。ということでね、12日目終了です。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。